ここより世界に痛みを、神羅転生。どこだってばよ。ここ敵はどこにおるんだら。どういうことじゃ校長、なしてこの葉の里に口寄せせなんだ。あたりをよう見てみんさい。まさか誰がこれをやったかは明白じゃ。地雷や小僧の肩にいた時と同じものを感じる。綱手様、ご無事で。なんだこれは。許さんぞ、ペイン。探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶を。これが俺の正義だからだ。口寄せの術。どうやら六人揃ったな。五代目火影だ。五代目様、絶対に許さん。ここで火影として決着をつける。あるのは俺だろ。ここからじゃ。すごいよ、ペインの一人をたった一撃で。ナルトちゃんは先代を超えたようじゃ。渦巻きナルト、蹴りつけてやる。ガマキチ、綱手のばあちゃんを安全なところへ連れて行け。うっす。なら勝井を連れて行け。少しは役に立つはずだ。奴らの情報を持っている。勝井ちゃんよ、ナルトちゃんの懐に隠れておきんさい。加賀先生は任務で里の外に出てんのか。行け、ガマキチ。口寄せの術。先方川津巻。先方大玉の戦艦。ボッジャン、ケンちゃん、ヒロちゃん、うっしゃ。攻撃は全て吸収されてしまいます。なら河津組でだ。ペインの目はつながっています。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。処理に来る。かわしたはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせてやる。影分身の術。お前は仙人王、ジライア先生と同じ術を身につけたようだ。先生だとは平和を望んでいた。ふざけるな。何ちゅうチャクラじゃ。父ちゃんが教えたんか。いや、何をするつもりじゃ。ナルトちゃんはこれのどこに平和があるんだ。木を見て森を見ていない。お前には平和の意味が理解できていないだけだ。言ってんだろうが。口寄せの術。ベイダラの言っていた通りだ。話を聞くような奴ではないな。こいつは打撃を与えるとそれだけ分裂します。
動きが鈍ってきた。どうやら戦術の力が落ちてきたようだな。ぶっちゃん、かしら。いいか、これからわしの言うことよく聞いときんさい。先方、フートン砂ぼこり。うわ、奴はどこだ。予選連合口の中。戦術は切れたか。小僧の仙人モードが溶けてもうたで。わかっとるわい。チョロチョロと。こっちじゃなるぞ。さん渡せ。わしゃやろう。ガキらの処理、わしがやる。親分たちは下がってくれ。強がってからに。行くぞ、ナルトちゃん。逆口寄せの術だ。呼んだで、術を解きんさい。でもさっき倒したはずだろ。どうやらあのペインがキーマンのようですね。煙玉も一緒に。よし、貴様オリジナルか。やっと力が戻った。まだだ。戦術ナセンレンガン。よし、あと二人。ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。せいや、中心となっているペインの力が戻ったようですね。忍術も体術も効かねえなんて。長次君が教えてくれました。あのペインの術と術のインターバルは、やはり現実にはめるしかないの。でもどうやって。わしらがするんじゃ。前の時これなら逃げ場はないじゃんが。神羅転生。ナルト君ですよ、確かに。ナルト君がたった一人で。ダメです、ヒレタ様。現実は戦術チャクラを多量に使用する。インターバルの5秒間を狙う。ナルトちゃんも戦術チャクラを練ってくれてる。風分身はあと一人。お前は確かに強い。だが万象天ここまでにしておこう。安心しろ、殺しは死ん。大事な人中力だからな。千人モードをなめんなよ。なんだ、力が抜けていく。キュウリ捕獲完了。現実の発動までもう少し耐えてくれ、ナルトちゃんよ。まだまだだ。なかなかしぶといな。やっと観念したか。ナルトちゃんから戦術チャクラを取り込みすぎて。それなりにリスクがあったようだな。これで
お前一人だけだ。よし、準備できた。行くで、母ちゃん。あいよ。あの現実はもう懲りてるよ。わりゃ、くそ、いつ、な、いてもだ。万象テイン。これで少しはおとなしくなるか。キュてめえは何だ、一体何だってんだ。なんでこんなことしやがる。出来事はいつも突然だ。この状況、少し話をしよう。理由をお前に話したところで何も変わりはしない。俺の目的はジライア先生も成し得なかった平和を生み出し正義をなすこと。師匠、俺の先生を、俺の里を、こんなに仕上がったお前なんかが偉そうに。お前の目的は何だ。お前をぶっ倒して世界を平和にしてやる。俺の仲間、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが火の国。そして木の葉は大きくなりすぎ、国益を守るため大国同士の戦争で、その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定した。お前も俺も目指すものは同じだ。ライア先生の言っていた平和をなそうとしている。互いの正義のために動く。大切なものを失う痛みは誰も同じ。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために、今その事象の中に生き、過去を知り未来を予感する。それが歴史だと知り、し合うことのできない生き物だと悟らざるを得ない。憎しみに支配されている。こんなわしでもこの忍びの世に憎しみがはびこっているのは、わ、人が本当の意味で理解し合える時代が来ると。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。わかんねえ、そんなこと。九尾のその力が必要なのだ。全ての美獣の力を使い、この里を潰した数十倍の力を持つ美獣兵器を、痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で戦いを抑止し。そんなの嘘っぱちじゃねえかよ。抑止力は低下し、そしてまた人々は争い、この終わりなき憎しみの連鎖の流れの中に、痛みにより一時の平和を生み出すこと、俺の願いだ。もう随分チャクラを使ってる。平和は目の前だ。お前は俺の平和を嘘っぱちだと言うが、この呪われた世界で人と人が分かり合う平和ほど。エロ戦には人が本当の意味で理解し合える時代が来ると信じてた。お前のできることは、九尾の力を俺に差し出す。言ったはずだ、お前の死が。どうした、レジ。これはジライア様の口寄せガエル。何？なら高い場所をしらみつぶしに捜索する。このことを里の生存者で動ける者には連絡してくれ。里の者に協力してもらう。はい、了解しました。急所は外して浅くしてある。これでお前は自分の意志では動けん。お前は四縁の子じゃ、この世の救世主じゃ。お前が負けることは許されん。うるさいカエルだ、てめえ。この杭でナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。増援か。なんでこんな危ねえとこ出てくるんじゃねえ。ここに立っているのは私の意志。私がナルト君を助けるの。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君に追いつきたくて、ナルト君が私を変えてくれた。ナルト君の笑顔が私を救ってくれた。ナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。私はナルト君が大好きだから。はっ！
銃を総指君長門もう一本ひなた時の力でなぜ歯向かなぜ戦う死ぬと分かっているのそれが私の人道だからちょうどこんな風にだ俺の両親もお前ら木の葉の忍び目の前でそこだ痛みを知れ。あれは俺が憎いか。これでも人は本当の意味で理解し合えると言える。だがな、俺の痛みはお前以上だ。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ。みんなに伝えてください。ナルト君のキュービの力です。私の分身がナルト君にくっついているので分かります。ヤマトはどうなった？こんな時にどこにいるんだ？六本なんてありえないぞ。キュービの力、素晴らしいものだ。
天道を十分近づけた地爆転生。そこまでしなくても。黙ってろコナン、集中する。地爆転生。何もここまで大きなもの。相手はキュービだ。手は抜けない。これでキュービ捕獲完了だ。なんでなんでこうなっちまう。嫌だ。もう何もわからねえ。答えを教えてくれ。お前の心を全てわしに預ける。そうすれば。そうだ、それでいい。やばい、本当にやばいよこれは。こっちに来い。さあ、この封印の札を引きちぎってくれ。くそ、もうダメだ。どうしてこんな。封印が解放してしまう時の中に出てくるよう封印式に細工しておいたのさ。来い、ズタズタにしてやる。どうして四代目火影が俺の名前。俺がつけたんだから、せがれなんだし。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだね。なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。すっげえ大変だったんだぞ。頑張ってみんなに認めてもらいたくって、すっげえ修行して強くなって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて。だがもうわかんねえってばよ。何歳になる。16歳。すまなかった。そして謝るのも違うかな。いいよ。お前にキュービのチャクラを半分残して封印したのは、この力を使いこなすと信じていた俺の息子なら。どこまで行っても子供を信じてるのが親ってもんだからね。俺もそろそろ行かなくちゃならないかな。チャクラも薄れてきている。封印を組み直す。だがこれで最後だ。頼んだぞナルト。父ちゃん。キュービが消えた。迷いが消えたか。キュービを制することができるというのか。ナガト。キュービ化したせいでチャクラが乱れちまった。使える戦術チャクラは俺自身に残ってる分だけってことか。
すでに仙人モードに入った、まあ、死ぬかと思いましたよ。そろそろ決着をつけよう。痛みを理解できたか。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。本体に気づいたか。だが話は終わった。語っても何も変わらん。話をさせろ。仙人モードで逆探知を。貴様、影分身の術塗り玉だ。お、インターバルは5秒。これならいける。残り4秒。なに、まだ2秒ある。いっけー。奥から影分身を。諦めろ。あの術は投げ飛ばせない。5秒。この距離ならいける。諦めろ。螺旋丸。最後のペインが潰された。抜き取っちまえばこれでもう動けねえはずだ。お前も俺も目指すものは同じだ。はお前の正義のために。俺は俺の正義のために。忍びの世界は憎しみに支配されている。ありがとう、みんな。どうした、ナルトです。おっちゃんたち。何があった。口ではうまく言えねえ。ペイン本体の居場所を知ってるのか。ああ、仙人モードで見つけた。ペイン本体と話がしたい。俺一人で生きて。何を勝手なことを言ってるんだ。奴はコノハを壊滅させた敵だぞ。ノイチ、ここはナルトの言う通り、一人で行かせてやろうじゃないか。近く、どうしてナルトを一人で行かせた。あいつはみんなにはない何かを持ってる。一緒に歩いて生きて、そう思わされんだ。お前がペインの本体か。俺はその憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げた。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託した。復讐を成し遂げたいだろう。何も答えられなかったお前にできることはない。するつもりでここへ来た。今にも殺したくて震えが止まらねえ。こんなわしでもこの忍びの世に憎しみがはびこっているのはわかる。お前を弟子にしてよかったわい。今になってやっとエロ仙人の言ってた意味がわかる。そんな簡単なもんじゃねえんだって。
ジライア先生の言っていたことは時代遅れの理想主義だ。現実は違いすぎ、この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。火の国の民は少なからず戦争に加担した事実を知りつつ、偽善の平和を口にする。人が存在し続ける限り、同時に憎しみが存在する。答えを聞こう。人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。エロ仙人の信じたことを信じてみる。それが俺の答えだ。ふざけるな。今さらジライアの言ったことなど信じられるか。本当の平和などありはしないのだ。俺は諦めねえ。お前、この本を書くヒントをくれた弟子のことが書いてあった。あんたの名前だ、ナガト先生。どうした、今大丈夫ですか。先生が前に言われたこの世界の憎しみについて俺なりに考えてみました。方法より大切なこと、要はそれを信じる力です。そうか、これで安心して里に帰れる。これからはお前たちだけでやっていけ。だが今度はお前たちの力でこの国を変えてゆけ。ありがとう先生。そろそろ観念したらどうだ。鬼ごっこももう飽きてきたぜ。一言いいか。聞く気はねえ。諦めろ。平和ってのがもしあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めない。仙人からお告げを受けた。わしの弟子が忍びの世界に大きな変革をもたらすと。お前はこの世の救世主だ。お前なら本当に。痛みで世界を導くより痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。なぜだ。お前はどうして自分が変わらないと言い切れる。俺だって痛みはあった。痛いことがあっても歩いてく、それがナルトだ。お前は不思議なやつだ。昔の俺を思い出させる。ナガト、お前を信じてみよう。外道輪廻転生の術。ナガトの動力は生死を司る術。七人目のペイン。どうなったがじゃお。予言通りじゃ。あの本が本当に世界を変える鍵になるとはの。父さん、俺ずっと言いたいことがあったんだ。でもね父さん、結果はどうあれ父さんは精一杯やったよ。ありがとう。何です、あの光は。バカな、こんなことが。母ちゃん、ここどこじゃ。おお、これは一体。ガイ先生、エビス先生、おけが。かすり傷ですよ。このハマル君に助けられました。
どうやらナルトの決着はついたようだな。里の人たちがどんどん生き返っています。それってこれは。どうやらお前はここに来るには早すぎたようだ。これで安心して生きる。あっ、父ちゃん。得られず死ぬはずがないと都合よく思い込む。ナルト、お前だったら本当に。よくやったな。よく帰ってきた。信じてたぞ。将来の夢は火影を越す。でもって里の奴ら全員に俺の存在を認めさせてやんだ。なんだよ。事の顛末は全て私を通して伝えておきました。無茶ばっかりしてこのバカ。ありがとう。本当に一人でやりやがるとはな。ちょっと惚れちゃうかも。え？その宿命を恐れるあまり遠巻きにして関わろうとはしなかった。から里を守ったらしいわよ。誰が？渦巻きナルトよ。ほら、あの例の。うちはのサスケは連れ返せなかったらしいよ。ナルトのやつ落ち込んでなきゃいいが。ジライア様が暁にやられた。ナルトは大丈夫か？本当に多くの人々の心を変えてしまった。あいつは頑張りましたから。どんな形であれ自分の存在価値を認めてほしかったのじゃよ。今、目の前に英雄がいます。